杉山孝太選手の引退セレモニーを行います。1995年エスパルスサッカースクールに加入し、エスパルスのキャリアがスタート。2000年にユースチームに昇格、2002年にはクラブラストナリ日本クラブユース選手で制覇を果たす。2003年ユースからトップチームに昇格し、プロ選手としてのキャリアをスタート。同年の準備の岩手との静岡ダービーランデルで、2004年には上野キングに身につけていた背番号6に変更され、2007年までアジア1予選を迎えるアンダー22代表を選出。2013年初の海外選手としてキャプテンに任命され、2014シーズンに天皇杯ベスト4を目標、2015シーズンにチーム初のポーク、2016年1シーズンの G1 優勝決定し、今年の2017シーズンをもって現役を引退します。それでは杉山孝太選手を一緒にファン、サポーターの皆様へ挨拶を頂戴したいと思います。杉山選手、お願いいたします。まずはじめに、このような機会をいただき、ありがとうございます。今シーズンで引退することを決断しました。エスパルスのスクールから23年間お世話になりました。エスパルスの選手、スタッフ、社員の皆さん、皆さんといろいろな話をしたり、みんなで勝利に向かって団結する、その時間が大好きでした。一生忘れないと思います。そしてサポーターの皆さん、自分の名前を大声で呼んでもらい、試合の後勝利を皆さんと喜び分かち合える、その時間が僕にとって最高の時間でした。僕は下部組織出身です。下部組織の選手たちがプロを目指しエスパルスで活躍する姿をこれからも楽しみにしています。選手生活の心残りとしてはタイトルを取ることができませんでした。それはチームメイト、後輩たちに託していきたいと思います。最後になりますが、エスパルスの選手、スタッフ、社員、サポーター、そして僕の家族、友人の皆さん、僕を支えてくれて、僕を大人にしてくれて、僕を幸せ者にしてくれてありがとうございました。今シーズンあと1試合残っています。チームみんなで全力で戦います。応援よろしくお願いします。そして来年、再来年、これからもずっと清水エスパルスを好きでいてください。エスパルスをよろしくお願いします。ありがとうございました。
お母様、よく今からあなたが送られました。背番号6、ミッドフィルダー、新人王の誇り、杉山翔太。どうも活躍に期待しています。